はい、こんばんは、タカです。調整らしい動き相変わらず続いてますね。はっきりした方向感のない相場。基本的には買いが入ったり、売りが入ったりという流れを継続して見ていくことにはなっていきそうです。今日は夜には ECB、ラガルドさんの発言もあるみたいです。あとは GDP ですかね。このあたりで少し相場の方は動いてくるかもしれません。とはいえ今はもう調整局面ですから、まあこれをきっかけに大きなトレンドが出るとは僕はあまり思ってはいないんですけどね。ただ月末に近いということもありますから、突発的な値動きは十分注意はしていきたいです。でも今日は動いてないんですけどもね、さらっと今日の動き見ていきたいと思います。こちらがドルインデックス、1時間足に冷やしを重ねています。今日のドルの動きですけども、全く動きがないですね。昨日の冷やしの高い安を抜けていません。そもそも僕が見ている相場というのはこれぐらいのサイズの大きなレンジ相場ですからね。まあこの動きでは何ともしようがないかなと。もう動画では繰り返し言ってますけども、ポイントはこの下にある緑の薄いラインですね。これが今までずっと壁になっていたところなんですけども、抜けてきたからまあ大きなトレンドが出たんですね。今度はそういったところはサポートになりやすかったりもします。さらにはこの上の赤いラインが今年の最高値、今はこの最高値の手前でレンジを作っていますから、この高値を意識した値動きということですね。そして足場を作っていますから、この足場が崩れてしまったら高値チャレンジ失敗という認識です。今はまだ崩れてないですからね。崩れてない以上はこの高値いつか取ってくるんではないかなと。ならば目線としてはもう基本はロングですね。ただこの高い位置でのロング、これは気をつけたいです。レンジ相場ですから抜けなければさらにまた売りが入ってきてもおかしくない。基本は下から拾っていくイメージで相場の方は見ています。ただ下から拾うんであればこれ割れたらどうするかですね。さっきも言いましたけども、これ割れてしまったら足場の崩れになります。崩れてしまったら高値チャレンジ失敗なんですよね。相場の方を変えなくなってしまいます。ロングをするのであればこの下のラインっていうのはもうギリギリのところということですね。現在はこのレンジの下限付近での攻防になっていますけれども、ちょっと値動きが小さいですよね。ドルの方に動きが出てきていないです。僕はもういつ動いてもおかしくないとは思ってはいるんですけどね。ただまあ各チャートを見てももう調整の動きになってしまってますからね。はっきり流れが出てくるにはそれなりに時間というのはかかってはきそうです。もう少し我慢が必要ですかね。調整の継続というのを見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。ここ最近では一番値動きが小さいですかね。朝方5ドルに少し売りが入ったりとか、円の方が少し急落したりとか、まあ、そういった突発的で値動きというのはちょこちょこ見られますけども、まあ大した動きでもないですね。そんな中でちょっと気になっているのが僕はこのユーロですかね。ここ最近ユーロというのは本当に動きがないんですけども、この日ですね、この日だけ大きな売りが入っているんですけども、この動きによってユーロはかなりチャートの方上値が重くなってしまっています。これはもう動画でも言いましたけどもね、この動きに結構注目をしていましたから、この次の日ですね、継続してユーロに売りが入ってくるんであればトレンドは見たいなと、そのようにも見ていたんですけども流れが出ずと、その次の日も流れが出ずと、ですからまあこれは動かないかなと、今ちょっと様子も見ているんですけども、ただ今日ちょっとね夕方から動きが出てきているんですよね。もともと今日に関してはほとんど相場の方動いてないですから、余計少しこの動きは目立ちます。今日は ECB もありますから、そのあたりも視野に入れた動きなのかもしれませんけども、個人的にはこのユーロに売りが入ってくるんであれば僕はこの動きは結構注目をしています。というのもユーロドルなんかを見ていくとチャートかなり弱いんですよね。なかなか買いが入ってこないという形が見えています。さらに言うと今はレンジの高値付近にいますから、もし売りが入ってくるんであれば最初はまずレンジの上限から下限までの売り、こういったのは見ていきたいなとは思っていました。ただユーロがこれだけ動いてなかったですから手は出せなかったわけですけども、ユーロに売りが入ってくるんであればこの動きはちょっと追ってみたいなと思っています。このあたりはチャートの方からも改めて見ていきたいと思います。他の通貨に関してはもう調整の動きがもうガチガチに出ちゃってますんでね、ちょっと手は出しづらいですかね。基本的に今の環境はもう調整局面、上がったり下がったりというのが基本になってきますから、上下の壁というのがすごく大事になってくると思います。トレードしていくんならその壁をまず探していきたいですね。はい、変わりましてこちらがドル円の1時間足冷やしを重ねています。ドル円はもうこのあたり一体を一つの塊、レンジ相場と見ています。調整局面ですね。この前には大きな上昇トレンド、現在はもう止められています。抜けてくればまた動きの方も出てくるんでしょうけども、ちょっと抜けるまでには時間もかかってきそうです。そしてドル円に関しては今の位置ですね、これがもうレンジの真ん中なんですよね。このレンジの真ん中というのはもう十分注意はしたいです。この位置から買いが入っても売りが入っても何もおかしくないんですよね。現在地はそういった中途半端なところ、ある程度トレンドが出ているんであれば下から拾っていくとか上から叩いていくでもいいと思うんですけどね、今みたいにも調整で上がったり下がったりというのがはっきり見えている中で、さらにこのレンジの真ん中、
これではなかなか手は出しづらいかなと思いますね。まあ、トレードしていくんならば上限に引きつけて、もしくはこの下限に引きつけて、このあたりのプライスアクション、値動きをしっかり見てのトレードということになってくるんじゃないかなと思います。今のこの位置からやれることは僕はもう少ないと思いますんでね、基本は様子見になってしまいますね。今見てるレンジの上限というのが114円の50付近、下限が113円の20付近、このフラフラした値動きにあまり過敏に反応はしないようにしたいですね。まあ、結局はレンジの中の動きに過ぎないと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。ここ数日はさらに小さなレンジというのも見えてきてしまってますかね。下限が113円の50付近ですか、上限114円の20付近ですから、この冷やしの壁というのはこのレンジのもう少し外にあるような感じですかね。上にも下にもこの外に、もう少し大きな壁があると、ただこの手前で今はレンジも作っている。今の位置はレンジの下限ですからね。であればここから買いを見ていくというのも、まあ、悪くはないとは思うんですけども、ただそもそもが僕はこういった上下の壁というのはあまり信頼してないんですよね。なぜならこの外にある大きなレンジを想定しているから、あくまでこの動きに関しては調整の中の動きに過ぎないんですよね。ですからいつ抜けてもおかしくないとも思いますけどもね、ただそれを割り切ってエントリーしていくというんであれば、この小さなレンジを見ていくのもありなんじゃないですかね。今の現在地はレンジの下限、ドル円に関しては強い環境も過去にありましたから、下から拾っていくというのは僕は悪くないと思います。ただし今は調整局面ですから、あまり大きなトレンドは期待は難しいと思います。この位置からロングするんであれば、最大の目標はレンジの上限、このあたりまでですかね。114円の20付近、今の相場は調整局面、基本的にはもう方向感のない相場ですね。上がったり下がったりといった値動きを想定して値動きを見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがユーロドル、1時間足に冷やしを重ねています。今日もほとんど動きないんですけども、そんな中でこのユーロドル、というかまあユーロですね、このユーロの動きに注目はしたいなと思っています。今の環境なんですけども、下落トレンドが止められた環境ですね。戻りが入って戻りの高値を抜けたかどうかといった動きになっていましたけども、個人的には僕はまだこれまだ抜けたとは見ていません。足場作りましたけどもね、この足場下の方に崩れてしまいましたので、僕はまだこれは抜けていないと見ていて、このあたり一体大きなレンジ相場と見ています。ですから現在地はレンジの上限付近ですね。そしてこの小さなレンジから下の方に抜けてきたのが、先ほども言いましたけどもね、ユーロの売りだったんですね。ですからまあユーロの売りが継続して出てくれば、このレンジの上から下まで見ていきたいなと、そのようにも思っていたんですけども、そうはならずと、このあたりでまた揉み合いが出てきてしまいました。ですから、昨日、おとといあたり見ていてダメかなと思っていたんですけどね、今日全く環境、相場の方に動きがない中で、少しまたユーロに売りが出てきています。今日は ECB もありますから、そのあたりで動きの方も出てくるかもしれません。特にユーロに売りが入ってくるんであれば、僕はこのレンジの上から下までの動きというのは、これは見たいなとは思っています。他の通貨というのはもうほとんど今日動きがないですからね。ですから、他に注目するような動きもありませんので、今夜はこのユーロドルに注目はしていこうかと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。やっぱり売りが強く出てますよね。とはいえまだレンジの下限です。抜けてないですからね。この位置からショートはやっぱりないですね。まあ、売るんであれば上から叩くか、一度抜けたのを確認して戻りを叩くか、もしくはもう少し近場に短期足の別の壁を探して、そこをバックにショートをしていくか。ただ今はどの動きにも当てはまってないですかね。ショートするチャンスというのは今はちょっとないかなと思っています。これから夜に向けてチャンスがあれば狙っていきたいなとは思います。はい、変わりましてこちらがユーロ円、1時間足に冷やしを重ねています。ユーロ円なんですけども、チャートはやっぱり強いですね。強い上昇トレンド、直近高値も抜けてきているんですけども、ここ最近はすごく逆に弱いんですよね。あくまで今は調整局面とは見ていますけども、高値から見ると売りの流れが少し見えてきています。一度反発もあったんですけども、昨日ですね、この安値割ったんですよね。冷やしが閉じるまでには戻しましたから、現状はまだこの132円、ここにはサポートがあるんじゃないかなとは見てはいますけども、今日またこれ下の方に抜けてきています。最終判断は冷やしの終値ですから、今日の終値で最終的に判断はしていきたいですけども、このまま抜けてしまうと下落トレンドがこれ見えてしまいます。実はこのユーロ円だけが、まあ、黒線の中ではこの安値悪いような動きになってきてしまっているんですね。まあ、それだけ相場の方がすごく弱い。もしこのまま抜けてしまうと、まあ、上昇の押し目買いという形もね、なくはないと思うんですけども、ちょっと買えないですよね。売りのトレンド優先で見ていくことにはなってきそうです。昨日サポートの形見せたんですけどもね、それにもかかわらずまた売りが入ってきたというこの動き、ちょっと警戒はしたいなと思います。下の方に抜けてくるということは、目線としてはショートですね。売り場探しということになってくるかもしれません。このユーロドル、そしてこのユーロ円ですね、この2通貨を見てもユーロ自体の売りというのが少しやっぱり気になってしまいますけども、どうでしょうかね。売りの方が出てくるんであれば、僕は目線はショートで追いかけたいと思います。
はい、変わりましてこちらがポンドドル、1時間足に冷やしを重ねています。ポンドドルはもう見るべきポイント全く今日はないですね。昨日の冷やしの高い層抜けていません。腹見足ということでもう方向感が全くないですし、もともとチャートの方を見ていけば上昇トレンド、これは確かに見えてはいるんですけども、現在はもう流れが止められての調整局面、調整局面の中で腹見足になってしまってます。これではもう手は出せないですね。ただまあ想定しているレンジの下限付近に今いますからね、割ったらどうするかというところはしっかり抑えないといけないですけども、まあ安いところから買っていくというのは悪くはないんじゃないかなと思います。ただ買うのであれば短期でもいいんでね、しっかりまずはバックを決めたいところ、サポートされたという形が欲しいですけどもね、ちょっとその形がまだ見えてこないですかね。時間はかかるかもしれません。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。このあたりにまあサポートを見てるわけですね。短期足で1回2回とですねを試したという形、ダブルボトムと見ていけなくはないと思いますから、これ抜けてくればネック抜けにはなってきますね。まあようやくこの流れが出てくれば買えるかなといった流れにはなってくるかと思います。ただこの波の起点はこの下になりますからね、トレードしていくんだらこれ割れたらどうするかというところになりますので、抜けた後に押しが入っても何もおかしくはないと思います。抜けでロングをするんだればこの押しですね、この押しには注意はしたいですね。今の相場は調整局面です。基本的には上がったり下がったりしやすい相場です。押しをつけるというのはこれは考えてはおきたいですね。はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に冷やしを重ねています。ポンド円も強い上昇トレンド、直近高値も抜けてきていますけども、現在は流れが止められています。調整局面を見ています。現在地レンジの下限付近ですからね、まあ、基本的にロングは見たいですね。ただまあその際にこれ下の方に抜けたらどうするかですね。割ってまでロングを引っ張るような場所ではないと思います。逆に今波の判定なく意識してショート目線で見ている方はこの割れる動きはもう大注目ということになってくると思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。このあたり冷やしのサポートとして今は見てるんですけどね、売りの流れ出ていますけども、今ダブルボトムですかね、安値を2回試して結果まだ抜けていないという形にはなっています。今日の高値なんか抜けてくるとこれネック抜けの形にもなってきますからね、少し変える形が見えてはきますかね。ただまあポンドドルでも言いましたけども、波の起点はこの下になりますから、抜けた後に押しが入ることもこれは想定はしておきたいです。今の環境というのはもう調整局面で上がったり下がったりしやすい相場、大きなトレンドはなかなか期待しづらいんですよね。抜けてどんどん買いが入ってくる、まあ、なくもないとは思いますけども、この押しの動きというのは想定していくかどうかというのはすごく大事だと思います。ロングをするにしてもこの押しで慌てないようにしたいですね。今度はまあ全体的な環境を見ていけば安値圏で値動きが止められたという形が少し見えてきています。見ていくならロングですかね。ただ割れたらどうするか、そういったギリギリのところでの値動きということになっているとは思います。はい、変わりましてこちらが5ドルドル、1時間足に冷やしを重ねています。5ドルもまあチャートは強いんですけども、今はもう流れが止められての調整局面、上下に壁が見えていますから、基本はこのレンジ相場を見ていくことにはなります。現在地レンジの上限ですね。ですからまあ強いのはわかるんですけども、この位置からのロングはこれはちょっと注意はしていきたいですね。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。このような大きなレンジを見ているんですけども、この中にさらに小さなレンジも見えてきてますかね。ですからまあ強い環境を見ていくんだらば、せめてねこの小さなレンジの加減ぐらいまでは引きつけたいところですね。この上からはやっぱり買いたくないです。今は調整で上がったり下がったりしやすい相場ですからね、わざわざ上を買う必要というのはないのかなと。強い環境、しっかり抜けてくる環境を見てから買っていくとか、しっかり下から拾っていく、まあ、こういった意識はしっかり持ってはいきたいですね。はい、変わりましてこちらが5ドル円、1時間足に冷やしを重ねています。まあどのチャートを見てももうほとんどチャートの形が同じですよね。強いトレンドは確かにあったんですけども、今は流れが止められての調整局面、上がったり下がったりしている相場ですね。まあ、環境としては強いですからね、目線としてはロングです。ただまあこの位置からは買えないですね。買うのであれば下から拾っていく、もしくは多少リスクを取っていくんであれば短期足でサポートを見つけてロングをしていくというところになってくるんじゃないかなと思いますけども、ただまあ現在地レンジの真ん中ですからね、この位置から無理に何かをしていく必要はないのかなと。レンジの上限下限に引き付けてその後の値動きを見ていけばいいのではないかなと思います。様子見でいいんじゃないですかね。無理をして何かをしていくような相場ではないと思いますね。はい、ということで、まあどの通貨を見ても調整局面ということで、なかなか手が出しづらい、そんな動きになってきていますけども、そんな中でこのユーロ、このユーロに今夜は注目をしていこうかと思います。今見ているのがこういったレンジ相場ですね。そして現在地はレンジの高値から売りが入ってきている状況ですから、ユーロに売りが入ってくるんであればこの下落の流れは見たいなと。
まあ、言ってもレンジの上から売りが入ってるに過ぎないんですけどね。ただまあ若干流れが見えていますから、この流れを今夜は見ていこうかなとは思っています。ECB は一つのきっかけにはなるかもしれませんね。この位置レンジの真ん中ですからね、まあ、そこも注意はしたいですね。ただまあ繰り返しますけども、前のめりになって何かをしていくような相場では僕はないと思います。リスクはもう最大限抑えるような環境だと思いますね。基本的には上がったり下がったりしているだけの相場です。はっきり流れが出てくればその流れはしっかり追いたいと思いますけどもね。最初の一波目、一番最初の動き出しの動きというのはなかなか見つけるのは難しいです。今の環境はもうとにかく焦らないことですね。分からなければ分かるようになるまで様子見、いずれまた分かる相場というのは出てくると思いますんでね、その時までしっかり待てばいいと思いますね。今回は以上になります。大まかな環境認識などは朝の動画でも触れています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは今夜も頑張っていきましょう。